武雄インターチェンジは、福井県越前市省庁にある、北陸自動車道のインターチェンジ、越前市街や同市旧今立町域の最寄りインターチェンジである。なお、北陸新幹線の越前武府駅が、東インターチェンジの南側に2023年度末、開業予定で設置され、駅舎西側に、道の駅と合わせて整備される予定となっている。また、新幹線の高架橋は、 東インターチェンジ料金所付近の上空を通過することになっている。竹尾バスストップ ABCD 北陸新幹線新駅周辺の道路工事福井県丹南土木事務所2020年11月8日閲覧北陸自動車道20周年記念し日本道路公団金沢管理局1993年3月65ページ 福井を伝えて一世紀福井新聞百年史福井新聞社2000年3月27日714ページ令和元年堺市統計年報交通通信堺市情報企画課2020年10月27日閲覧北陸新幹線南越駅周辺整備基本計画越前市二千十八年二月三日時点のオリジナルよりアーカイブ 2018年4月30日閲覧。ありがとうございます。